キニチアシュクックモをかたどったとされるコパン遺跡より発見された航路。キニチアシュクックモは先コロンブス紀のマヤ碑文に記された、現在のホンジュラスにあたるマヤ帝地南東部に遺跡を残すコパンを中心としたマヤ文明の政権の創始者にして最初の統治者、クルアハウ。彼の姿は王の一覧を示した祭壇級の彫刻の中で第一位に置かれている。また、 後世の統治者たちの他のモニュメントの中でも重要な位置に見られる。コパンのモニュメントにある彼の描写のモチーフは、はるか中央メキシコ北部にある古典気の中心地的和感の最盛期と類似したイメージがはっきりと見て取れ、このことは彼の羊を権威ある文明と結びついたように見せるためだと解釈されている。共通して見られるモチーフの一つに、 ゴーグル型の頭飾りがあり、これは後にアステカの人々などにトラロックとして知られる中央メキシコ北部の雨の神への祈願のまじないであると見られている。2000年に行われたコパンでの調査でアクロポリスの下からキニチアシクックモのものであると考えられる墓が発掘された。遺骨は翡翠と貝殻の宝飾品と共に埋葬され、その中にはゴーグル型の頭飾りも含まれていた。 腕、胸骨及び肩には骨折の治った跡があり、ピッツと呼ばれる球技の試合によるものだと推定されている。ハノストロンチウムを同位体分析した結果、この人物が若年期をペテンボンチ地域のティカル近辺で過ごし、その後ティカルとコパンの間のどこかにいたことが示され、同位体のサインはテオティワカンのものとは一致しなかった。キニチヤシクックも、 自身がテオティワカンに住んだことはなかったということが示唆されるにしろ、秘文からも年代学的に見ても、4世紀にテオティワカンからやってきた侵略者、または施設がマヤ定地で統治者の座につくのが一般的だった証拠は多くある。特によく知られて有力だったのがティカルのヤシュヌーンアイーンで、彼はテオティワカンの支配者だった投げやりフクロウの息子である。 このことを踏まえて、キニチアシクックモが、テオティワカンの出身であったかどうかにかかわらず、後世のコパンの統治者たち、特に、カックイピアフ、チャンカウィールと、ヤッシュパサフ、チャンヨパートは、テオティワカンの後継者であることを訴求して求めることで、自分たちの王朝の創始者を敬意づけていた。ありがとうございます。